えと作曲家で、えー、サウンドデザイナーベーシストのです、えー、ペニー・ブラッドでは音楽とサウンドを統括して、えー、担当させていただいてますえと21歳の頃に友人に誘われて、えー、とスクエアのあ効果音制作のバイトを始めました。 でえー、最初に関わったのが、えー、FF6 と「ライブ・アライブ」でその後クロノ・トリガー」えー、とかうんと「聖剣伝説3」「マリオ RPG」「FF7」「8」で「パラサイト・イブ」など、えー、1999年ぐらいまで、えー、同社の、えー、多くの交換音を制作しました。でその後は「えー、シャドー・ハート」シリーズの音楽を作ったり。 2008年にサウンド制作の会社を設立してそれ以降もたくさんの作品に関わっていますはえっと音楽音楽であり、えっと、音であるっていうことをいつも意識していてあの作曲家でもあるんですけど同時にサウンドデザイナーの経験も長いのであの音楽と効果音が すごくうまくミックスしたものっていうものを作ろうと思ってます。で、えー、っとあとはアコースティック楽器とかの生楽器とあのデジタルのエフェクトとかエディットっていうのをうまく組み合わせてそれを融合させたものであったりすごくその生とそうでないものっていうのを対比させたりとかそういうこともやりたいといつも考えて作ってます。 なんかみんな皆さん才能豊富でそれぞれ個性的な作曲家の方々とコラボレーションさせていただく機会がすごく多いんですけどえっとなんかこうあのいつも自分の個性を存分に出してくれというあの求められることが多くてあのできるだけこう自分らしさを そのコラボレーションすするとに入れようとしています、ね、で、あのー、自分がベーシストっていうこともあって割とその人の音楽の良さと自分の音楽の良さを足してミックスさせていくというのは割と得意かなと思ってます。あの100年もね前の舞台なのであのおそらく皆さん 多くの皆さんと同じようにあのほとんど何も今知識がない状態からスタートして、えー、今いろいろ勉強研究をしているところなんです。でえっとでもあの当時のその不穏な,なんていうのかなあの世界情勢とかが今のあの空気とすごく似ていてでその当時の音楽と今の音楽っていうのが なんか重なり合うことができるような瞬間があるんじゃないかなと思ってそれを今研究しているところですね。でえっとまだその歴史上のことや音楽のことを当時の音楽のことを一つ一つの点でしかまだあの見つけられていないんですけどそれがいずれ研究していくと おそらく線でつなげられるようになると思うんで、そしてからのあの音楽作りというのすごい楽しみだし、えっとその今の研究自体もすごく楽しんでやっています。なんかあの日本人独特のその心の金線っていうか、あの日本人のツボみたいなのが あってあのそれが何かあの今ネットを通して世界中の方々があの理解していただけるようになってきたのかなという感じがしててあのすごい日本の作曲家の素晴らしい方々がすごい曲をたくさん書いてるっていうのはもちろんあるんですけどそれをあの理解してくださってる世界中の方々っていうのが 増えたような感覚がありますあのずっとベースを弾いていてあの14歳の頃にたまたまその行ったライブハウスでベースアンプの横に座った時のあのなんていうのかな腰にこう響くような低音とかなんかバイクのエンジンみたいだなみたいなかっこよさをずっと覚えていてもう今でもずっとベースを弾いていて。 あとあの40代になってからなんですけどあの作曲家の植松信夫さんからのチェロを頂い,いてですごく一生懸命練習してますね。で個人レッスンとかも通ったりして大人になってから始める楽器ってすごい楽しいですね。うん、あの全部ねこう自分のやっぱ子供みたいなもんで。 子供のの誰が一番気に入ってるのかっててるか難しい質問だと思うんですけどあのやっぱりでも「シャドウハーツシリーズの曲はすごく気に入ってるしあとは何でしょう常にこう最新作今作ってるものとか直前まで作ってたものとかそういうのはよく聞いてるしよく覚えてるんでそれが一番お気に入りになってますね。 すごくあの幅広く聴いてるんですけどあのそれでも昔の60年代ぐらいの,あのイギリスのバンドが好きだったりとかあとはもう少し後でパンクミュージックだったりそこから流れて、えー、とインダストリアルロックとかが好きなんですけどそういうの結構包括されてるのがあのサウンドトラックっていろんな音楽が混じってるからサウンドトラックはよく聴きますね。 うん、なんかもうデジタルっぽいものも大好きだしクラブミュージックみたいな感じのも大好きだしでもロ、ね、楽器をベースを弾くんでロックが大好きだったりなんかこう浴びるように毎日音楽を聴いてる感じですそうですねえー、っと さっきも言ったようないろんな音楽が好きなのでそういう要素が合わさったものになると思うしでもあの舞台が1923年なのであの20年代の音楽っていうのはやっぱりすごくこう研究して作っていきたいなと思ってます。でマップも結構いろんなところに飛ぶと思うんでその地方地方の特色も生かしたいと思ってるし。 あのこれまでにない音楽が作れたらいいなと思ってます楽しみにしててください、えー、開発が始まってこうやって取材とかもしていただいてそのなんか旅の始まりに今いるような感じがすごくしていますであのこの旅の様子をねまたあの僕も SNS とかで皆さんにお伝えして いけたらなと思うし皆さんも僕らと一緒にあのこの旅を開発が終わるまで楽しんでいただければ嬉しいですそしてゲームが出たらみんなで遊んでください